佐藤薬品工業株式会社は奈良県柏原市に本社を置く製薬会社である。軟式やキューブの活躍でも知られる。創業は1947年、1951年に法人化。当初は奈良県御世市に本社を置いていたが、1977年に現在地に工場を新設し、本社も移転した。カプセル製剤を得意とし、 全自動カプセル充填機を導入するなど、大手医薬品メーカーからの受託加工が事業の中心である。2005年の薬事法の改正によって、医薬品の製造工程に関わるアウトソーシングが完全自由化されることを見越して、設備投資を進めてきた。現在は、医療用医薬品、一般用医薬品の錠剤、カプセル剤等の内服固形製剤をメインに、 多くの医薬品の受託加工を手掛けている。1966年総部の野球部は、天皇支配全日本乱式野球大会に29回、国民体育大会に25回出場している。1984年の若草国体で優勝。天皇支配全日本乱式野球大会では2007年2008年に連覇を果たしている。2013年には専用のまたいち記念球場を、 建設。命名権取得後の柏原公園野球場、奈良県立柏原公園野球場の命名権を2010年7月1日から2013年6月30日の3年間取得し、殺到薬品スタジアムとする。奈良県のスポーツ施設の命名権取得は、県内初。2013年で命名権の期限は切れることになって、いたが2016年6月末まで延長し、 年間800万円まで増額した。2016年6月、同年7月から3年間、年間800万円の契約で2度目の命名権を更新した。佐藤薬品工業、また一記念球場が完成愛称は、佐藤薬品スタジアム県立柏原公園野球場、奈良新聞2010年5月28日愛称が、決定しましたかし公園野球場、愛称。 佐藤薬品命名,名権を継続、なら、毎日新聞2013年5月23日、郡雄介。柏原公園第一体育館、新愛称は、J テクトアリーナ、なら毎日新聞。毎日新聞ならん。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュ ae。 rticles スラッシュ20160629スラッシュ t d l スラッシュ k29 スラッシュ010スラッシュ530004ピトイコール145092019年3月22日閲覧ありがとうございます